って私も働きたくないよ。今当たり前にあるものが当たり前じゃなかったっていうことを すごく実感するの。ナミです。タムです。タリータキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。単独ライブを終えて、はい、2日後、ちょっと声の調子がまだ戻ってないかもしれなくて、うん、ガサガサ言ってるかもしれないですけど、今日も元気に行きます。いつもよりひどい。ちょっとテレビの調子悪いかなって思ったら私の声なので安心してください。ということで、アラブンチョ散歩はアラブンチョ通信との連動企画になっております。今回は九段下をお散歩します。九段下よ。私はその武道館で結構もう10回とか20回とか来てはいるけど、そっか、うん、武道館しか行ったことない。いや、九段下ね、結構通んねん。あ、通るけど、通るけど、なかなかここを散策したことはないからすごい楽しみ。いや、楽しみね、うん、で、これから行くところはもうあちら。え、あの、大きい建物あるでしょ。あれあれです。行きたい。朝さ、電車に乗ってきてさ、うんうん、九段下でめっちゃ降りてさ、 OL さんが。確かに九段下はもうオフィス街のイメージある、うん、うわわ、すごい。その戦時中とか戦後のこととか、うん、その当時のことをいろいろ知れる場所なのよ。そんな場所九段下にあってんの？私も知らなかったのよ、うん、で、うん、1階から5階までは無料で見られるんだけど。え、そう、すごくない？すごい。で、6階と7階は常設展示室で有料なんだけど、うん、300円。安い。安っ。そう、ちょっと楽しみやな。そうね、なかなか来ない、うん、おお。うわー、もうトリックアートみたいになってるやん。戦時中こういう風景になってたってことか。なるほどな。あ、おはようございます。おはようございます。こんにちは。沈黙の人に乗ってた高橋さん。企画ゲームの高橋と申します。じゃあ早速中ご覧いただきましょう。はい。昭和の暮らしを展示してる。昭和館はその中でも戦中戦後、だいたい昭和10年代から30年代までの暮らしを展示している、はい、紹介している施設で、はい、オールウェイズ。そうが、ちょうど終わりぐらいの、あの頃が日本が復興してきたよっていう時代になるので、はい、東京タワーなんかも日本の復興の象徴になってたので。そうなんですか。ちょうどそのぐらいの時代のまでを紹介しています。おお、え、これが昭和の暮らしですか？そうですね、大正から昭和に入った頃はまだ このぐらいの時代です。カジノとかでかかわいいけどな。なんか今って結構レトロみたいなのが流行ってるんで。そうそうですね、うん、ちょっとなんかこういうレトロ感が可愛い感じする。アイロンよ、中に炭入れるんだね。ここまで分かりやすいアイロンになるよな。アイロンですっていう、炭入れたらその熱でシワ伸びるよっていう。めちゃくちゃ分かりやすい、うん、あ、冷蔵庫、あれか、上に氷入れたら、はいはいはい、そう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 です。そう、氷屋さんがいて買って。だからさっきの炭火アイロンもこういったかまども基本的には火で調節してるんで、はい、今みたいにこうカチカチっと回したり IH みたいにこう電気でやってたりとか弱とか強とかできないので、はい、調節が大変っていう。まあまあ便利ですよね。便利ですよね。ボタン1個ですもんね。そう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 、そうなんです。そんなに便利になってるのにまだ米洗うめんどくさいと思ったんで、うん、ちょっとあかんな、無洗米買っちゃったらあかんな。洗おう私たちは、うん、洗ってなんぼよ。それぐらい頑張れよと思うもんね。で、次が学校の子供たちの暮らし。学校みたいみたい、ね。戦争が始まると今度子供たちの遊びにもこういった戦争の色が出てくる感じですね。こういうので遊んでる子供はそうちょっとアニメとかで見たことあります。そうそう、戦争ごっこ、うんうん、
私こう可愛すぎるなちょっとこれは。ほんまに。いや私そのミニチュアというかこうちっちゃいものがすごい好きで。分からんこの。分からん。分からんから説明してくれ。もう萌えなのやっぱりこの、うん、そのまんまちっちゃくなって実際に使われてるものがそのままちっちゃくなってる感じと、うん、やっぱりそのプラスチックってちょっと温かみがないというか。温かみがある。燃えるのよ。燃えポイントなんだ。燃えポイントです。燃えてるところ申し訳ないんですけどこれもでも金属がどんどんこう兵器とか使われていくのでみんな家にある金属を回収しますよっていう例が出されるんですね、はい、なので子供のおもちゃも木で作られるようになったなるほどそういう背景があったんですねそうなんですなんで木なのかっていうのを考えた全然知らない背景がでここまでが戦前から戦中にかけての生活でここで玉音放送を聞いて戦後のフロアに降りていくっていう仕組みになってます。へえ。もう6階は今度空襲があって荒廃した日本から復興に向けてということで。ここでこうちょっとオールウェイズの世界に向かっていきます。おお。さっき学校の暮らし見てもらったと思うんですけど、はい。あれ？給食もここで。うわあ。始まった。始まりました、ね。私たちが知ってる給食が近づいてきたというかパンとか脱脂粉乳とかが入ってきてちょっと豊かになった一方でまだまだ物は足りないそういう時代ですね、はい、とかあともやっぱり物がないんだけどみんな遊びたいっていうことで、はいはい、これなんかグローバーの今のあの革のグローブじゃなくて布で作ってるグローブほんまや結構な衝撃じゃないね、ボール来た時痛いやろ、うん、でもやっぱり革製品子供がとっても手が出ないっていうので、はいまあ、こういった家であるもので工夫して遊んでたという感じですね子供のおもちゃは結構世相を表すのでそうですよね、うん、すごいな高橋さんはもうここで働いて何年ぐらい8年目かな学芸部に異動になったのが2年前の春だったんですけど、うん、どうですかこの昭和感いろいろこう働かれて何が一番こう自分の中で印象深かったこととか印象深いのは実際に戦中戦後生きた方々からどういうご体験されましたかとかその時どういうふうに感じましたかっていうのを直接お聞きして映像の作品にして、こちらの5階であの上演してるんですけど感じるのは今やっぱり時代も違う、うん、あの時代は特殊だったとか人が違うって思うかもしれないんですけど、うん、皆さんお会いしてみると本当に私たちと同じ青春時代を暮らしてて本当に何にも違わない普通の人たちが戦争を体験したんだということが本当にいつもみんななんか笑うのが不謹慎だって言われた時代にそれでも女学校の友達とみんな帰り道の駅でちょっと居残ってみんなで談笑してたりこう物がない時代に花の花びらすりつぶして爪をマニキュアみたいにしてちょっと色染めたりとかあと当時男女って別学だったんですね、うん、それが勤労動員先で男子校の人が女子校の生徒と一緒にこう、作業して帰り道そっと一緒に帰ったりロマンスですよ私たちと何も変わらない生活をしている人たちっていうのがその戦争に巻き込まれていった、はい、そういうことを本当に強く感じますね、うんうん、ちょっとごめんなさいさすがに無視はできない、どうしたのその自分のねやっぱ思い込みって良くないなっていうことを思い込み知らないことがたくさんあるなと思ってなるほどねなんか感情がぐちゃぐちゃになってる、はい、ここで終わりましょうはいあでちょっとここに戻ってもはいでもね、うん、ねとかなんか落ち着いた面接中の東京タワーとかもさなんかもう勝手に感慨深いわかるわかるその今当たり前にあるものが当たり前じゃなかったっていうことをすごく実感するの。あの映ってないんですけど家族が戻ってきてるなっていうのがあって母が戻ってきてる泣きたいやつやそう思い入れなかったのさっき自分の違う待ってこんなに違うことある感受性がすごい豊かなんですよ一度相方ごめんなさい本当すいませんいや違うそんなに違うんですよあの気を使わせてしまったすいません本当に近くに
こういう場所があるって知らなかったから。いや知らんかった、うん、びっくりしたよ。なんか私はまあそういう昔と今との違いももちろん痛感してるけど、うん、もし今から100年後の未来があったとして、うん、昔の人はすごいな歩いてたんやでって言われるような世界線があるんかなとか、そっちを考えちゃうね。なるほどね、うん、え空飛んでなかったんやねみたいなっていう世界とかきっとあるんやろなって思ってまうねん。だから今みたいに飛行機だけじゃなくて本当普通にそう個人個人で各々空飛んでる可能性あるもんね、うん、昔の人って太ってたんやってみたいな、ジーパンにサイズがあったらしいみたいなぐらい、もうカロリー計算されて、ね、かわいそうって思われて泣かれてるかもしらんし、うん、だからその誰が多分言っても何かは感じ取るよね、何かはあるんやろな、うん、っていうのをか思ったな、うん、そう考えたらさ、おい何あれ夢じゃない、何なんかすごいレトロな可愛いやつあるよ。おっきい、これねあれだわ、うん、え乗ってる、うん、アラブンチョ通信に載ってるんだけど、うん、高灯籠、高灯籠、そう、これ靖国神社のための、うん、まあ明かりとして、はい、あすごい歴史ある、1871年に建てられてたんだって。昔は品川沖を通る船の灯台の役目も果たしてた、うん、へーすごい。で東京湾から見えたらしい、これが東京湾から見えた、うん、だから今はもうさ建物がもうバーってさ、うん、あるから、確かに明かりもいっぱいあるしな今は、うん、靖国神社あれか、そう靖国神社もうね、うん、大学の時は御霊祭りすごく行ってた。え、もう夏のお祭り？そう、7月に毎年開催されてるお祭りがあって、うん、昔はその出店とかもバーってもう出て、うわいいな、あの女子大だったんで、うん、ナンパされに行ってました。うわ行くわな。今年じゃ御霊祭りある？今年はね、そうこれもねアラブンチョ通信に載ってて、御霊祭りあります。え行かねば行かねば、7月13日から16日、今年浴衣着たいな。暑いわ、暑いね。まだ駅の方戻ってきたな。そうそうそう、で私ね、私行きたいとこあんのよ、うん、どこ？喫茶店？喫茶店じゃないんだけど、え、あこれか、1階カフショップ、カフェショップ、カフェ、カフェ、カフェ、うん、カフ、カフ、あ、あーこれだ、おやばい、かわいすぎる。あカフってあれカフスか。そうカフス、ソフトクリームとかあったりとかぶどうとか、かわいい。ちょっと待って、私もガー、いいよここで待ってて、じゃあ私見てくるわ。いやいや、さすがに行く、さすがに行く、さすがに行く、戻らさせてよ。お邪魔します、お邪魔します、いらっしゃいませ、いいですか、はい、どうぞどうぞ。めっちゃかわいい、ちょっと待って、やばいやばいやばい、めっちゃかわいい、ありがとうございます。カフスの専門店ですか？はい、カフスの専門店です。かわいい、かわいすぎる。どうぞよろしければ、はい、ご覧になってみてくださいですね。うわ、いってみる、めっちゃかわいい。一応男性のアクセサリーなんですけど、はい、女性もお好きな方はシャツでつけたり、え衣装長袖にしようかな。これつけたいがためにね、うん、めっちゃ豚めっちゃかわいい。一応うちの方ではあのピンズもありますので。ピンズ、ピンズって何ですか？はい、バッチですね。あ、針で組めていただけます。かわいい。ここはあのサラリーマンの方ですとか、はい、ご自分用もそうですし、あとプレゼント用、そうですよね、結構昇進のお祝いとか移動の記念品とか。ここっていつからあるんですか？ここはですね、もう18年ぐらい。18年、ずっとこの場所で。結構面白いものなので、昔のものとかを集めてたらだんだんこうハマってきたっていうか。昔のものいっぱいありますね。昔のもの、はい、これなんか例えば象牙のものとか。象牙、これなんか向こう昔の日本製で。日本製なんですか？そうですそうです。やっぱり日本の製造業がやっぱりこういうのを作って輸出してた時代のものだと思うんです。かわいい、かわいい。これもね、古い。うわーめっちゃかわいい。こんなにキラキラしてる感じあるんだ。昔のそのやっぱりアメリカ映画とかを見るとこういうのをしてて拳銃振り回してる人たちとかいたりとかね。かっこいい。すごい。いや、めちゃくちゃかわいい。めちゃくちゃかわいい。いや、好きなのよ、キラキラがとにかく。
そのオーダーメイドみたいな。オーダーメイドもできる。一応うちの方で例えばベースを用意していて、はい、彫刻をこうお入れする、シルバーに手彫りでイニシャルとか、それからスワローを入れたりとかですね、はい、手彫りで、はい、そういうオーダーもできるんですね。お願いしていいですか。お願いしてたんですか。そうなんです。今回ですね、はい、布を預かりしまして、布から作る布カフスというのを作らさせていただきました。どん、こんな、かわいい、めちゃくちゃかわいい、すごいよ。このネクタイがカフスに大変身だ。あのネクタイとかっていっぱいあって、はい、ですごく気に入ってるんだけども、ちょっとネクタイとしては表が汚れてしまって、うん、もう使えないみたいな。かわいい、はい、ここの柄がちゃんと綺麗に切り取られて、はい、なんかネクタイの時で見るより柄がなんか際立ってていいね、うん、はっきりしてる感じがする、うん、するかわいい。だって私これが今日着てる服ちょっとほつれてんねん。捨てようかなと思ってたけど、これカフスにしようかな、これ。これでもいけるんですか。できますね。わー、はい、すごい。私たち単独ライブやったやん、はい、その時にやっぱりこう間のネタとネタの間の映像、うん、バックマ V っていうやつさ、うん、撮ってくれた人朝4時から働いてさ、うん、2日出てないって言ってたやん。そうだね、ありがとうの意味込めてこういうのをさ、ちょっとお礼で渡す。ありよ。これさ、いろんな種類があるからさ、うん、それを見て、あ、この人にあげたいとか思い浮かぶのがすごい。分かる。私もこれ今お世話になってる先輩が来月誕生日やね、うん、で競馬好きやね。お、買っちゃおうかな。ここってカード使えますか。あ、大丈夫です。あ、じゃあもう心配することは。買ったんですけど、私がロブスターを買いました。かわいいね、ゴールドで赤くて、なんか金運が上がりそうって。確かに、わかる。ナミちゃんは？私はシャンパンです。いいね、シャンパン、グリーンシャンパン、うん、まあね、これをね、衣装とかにつけていこう、うん、いや楽しかった。ここすごいな、うん、急に緑やね。いや、そうなのよ、うん、ここがその千鳥ヶ淵緑道って言って、うん、700メートル続くらしい。ソメイヨシノとかの桜の木が260本、うん、そんなに咲いてんねや。すごい、春だったらすごいやろな。私ね、うん、来たことあります。え、どうやった？めちゃくちゃ綺麗だし、うん、その夜桜を見に行ったんだけど、うん、そのボートもあったりとかしてね、すごく綺麗、うん、ね、意外と静か。これだって一本ずれたらワイワイガヤガヤ、もうみんな電話とかしてたり、結構忙しそうな人が多いけど、一本ずれたらほら鳥がチュン鳴いてさ、チュン鳴いて、チュン鳴いてさ、チュン鳴いて、心が洗われるよな。いや本当になんか、うん、喧騒のさ、しかもその単独ライブまで結構、うん、あのバタ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 した、してて夜中まで稽古して、朝早くから集まって、そうそうそう、うん、あと終電も逃して、うん、稽古したりとか、そういう日々だったから、なんかまたなんか泣きそうになってくるの、なんかだから怖い、逆にこういうところに来るのが。もし人生に迷って、例えばね、ありえへんけど仕事辞めようかなと思った時にこういうとこに来てしまって辞めちゃうね。辞めちゃう変な決心ついてまうわ。本当、逆にこういうところ来たらなんかもうちょっと頑張ろうって思えそうじゃない。嘘、もっと追い込まれたいから、もうざわざわ喧騒の中にずっといたい喧騒の、確かに一旦ね落ち着いちゃうと。そう、落ち着いたらあかん気がするわ。今市ヶ谷寄りに来たよね。そうだから私本当に1本挟んだら、うん、通ってた大学があるぐらいの大妻。大妻、うん、ただね結構変わってる。そうやっぱね、知らないお店が増えてる気がする。ここじゃない、あのスタッフさんが言ってたおすすめの。あ、ここ行きたい、お腹すいた、ね、おしゃれ。何料理屋さん、なんだろう。マレーシア。マレーシア。あ、こんにちは。こんにちは、お邪魔します。
マレーシア料理ってなかなか食べるって、多分ジャンル的には少ないですよね。どういうお店なんですか？まあ、マレーシア料理を頼、まあ、マレーシアの家庭料理を楽しめるのお店があって、マサマサという店ですね。マサマサ、はい、なんでマサマサなんですか？マレー語のことなので、はい、本当の意味ってママごと、まあ、子供頃から、おままごとみたいな、そうですね、おままごとやるという意味があって、看板商品というのはやチッフィンというものなんですけど、チッフィン、はい、かわいい、ランチですよね、うん、めっちゃかわいい、あれですか、この上とかに飾ってある、そうです、そうです、はい、飾ってある、それが実はマレーシアのお弁当箱ですね、はい、お弁当箱ですか、はい、めちゃくちゃかわいい。あとは、まあ、あのマレーシアの国民的な料理、あのカレーかけご飯というものなんですけど、ナシレマっていう料理は、まあ、この2つがおすすめですね。どっちも初めて、初めて、初めて、あ、そうですか、いかがでしょうか、うん、あ、かしこまりました、はい、マレーシアの方ですか？あ、そうです、そうなんですね、はい、ジェイソンと申します。ジェイソンさん、はい、ジェイソンさん、はい、日本に来ては長いんですか？今年から9年目ですね。はい、まあ、そもそもが日本のその文化とかもすごい興味があって、うん、はい、で、まあ、もちろん、まあ、あの食文化、特に和食のそういう、まあ、職人精神とかすごいなと思っても、まあ、日本の方に留学ということがもう決めました。はい、全然マサマサじゃないやん、じゃあ全然おままごとじゃないやん。いや、こちらがマレーシアのカレーかけご飯っていう、はい、ナシレマでございます。ナシレマ、はい、美味しそう。こちらのナシレマの魂っていうか、はい、サンバルソースになります。これですか？はい、サンバルソース、はい、甘辛味噌みたいな、はい、そういうイメージにも一番近いのものですけど、まあ、それがもう自分のお好みで調整しながら、はい、はい、これどんな味か想像つかない。やっぱ辛いですかね。うん、辛い辛い中にちゃんとしっかり味もついてる甘みもあって、はい、うんうん、あ、なるほどね、これはご飯と合いますね。そうですよね、カレー、うん、うん、うん、おいしい、うん、うん、これココナッツ、はい、ココナッツライスですけど、あんまりココナッツの味はガツンと来ないですね、はい、ちょうどこのカレーとよく合う、はい、ちょっと甘めなカレー、ジャスミンライスに近い、そうですね、味がしますね、はい、まずこちらのお弁当箱あるの上の部分の取っ手をこうやって持ち上げて少し、こうやった、はいはい、その真ん中のところを下ろした、金魚のところを下ろしたままの状態でこうやって、はい、お、はい、おー、わーすごい、わーかわいい、めっちゃ美味しそう、すごい種類たくさん入ってる。そうですよね、一つがもう野菜料理とこちらに肉料理の感じで、これでも全体をティフィンランチですね。美味しそう。ちょっとじゃあいただきます。はい、どうぞ。どう？うん、美味しい？美味しい。めちゃくちゃ柔らかくて美味しいです。これがチキンライス。こちらチキンライスですね。うん、はい。うん、本当にほのかに甘みがあって。ありがとうございます。ご飯進む？うん。この色味が大好き。この組み合わせが本当に大好き。いいよな、かわいいな。マレーシアで実際にこういうお弁当箱が使われてるんですか？そうですよね、実はもう一段があって、三段弁当箱は基本がマレーシアが、そうですね、はい、それかわいい、正直、はい、うちの方はもうよく使われてますね。僕最初でも日本に来てちょっとびっくりしたのは、はい、弁当を冷たく食べますっていうことは結構あるんじゃないですか、うん、そうですね、ただやっぱそこの方には弁当でもやっぱ熱々のものをもう詰めて、もう本当に一番美味しい時間持っていくということがもの僕たちのイメージだったので、はい、ただね、日本の人はそういう冷たいお弁当が美味しいかっていう研究をしてる本を読んだんですけど、はい、その時はやっぱりこう作ってるのがお母さん、だからその作り手が見えるんですって、はい、お母さんの温かみじゃないですけど、アメリカとかは基本サンドイッチが主流なんですけど、あ、ですよね、はい、でもそういうのじゃなくて日本の人はこう朝ごはんとかをちゃんと作ってお弁当を作るから、冷めても美味しいっていうのがずっとな、ううね、ちっちゃい時からそういう教えであるから、冷めても美味しいものっていうのは外国の人の差があるみたいですよ。謎解けました、謎解けましためちゃくちゃ調べてくれじゃん
こちらがもううちの奥さんです。え、はい、あ、ご夫婦でやられてるんですね。そうですよね、はい、奥様は、日本の方ですか。あ、台湾です。あ、台湾の人なんですね。私偶然にも台湾もめちゃくちゃ好きなんですよ。夜市、はい、とか森林夜市とかにすごい行ってました。本当になんか初めて、なんか夜市そんなに気に入れるのが初めて聞いてますので。あ、本当ですか。はい、本当に嬉しいです。本当に大好きです。ちなみに今日はどこから寄ってましたかね。今日は九段下をいろいろ散歩してて、はい、うん、はい、昭和館行ったりとか、うん、ここでカブスを買ったりとかしました、はいはい、すごい昭和館。昭和館行ってきました。楽しかったです。この前にもこの2人でもちょうどお仕事がもうちょっと早めに終わってて、まあ、昭和館の方にもデートで行かれたんですか。そうですよね、うん、まあ、実際が日本がこういうところ一面もありましたねっていうことが、うん、もう本当にそこが改めて知れるとこですよね。そうですね、まあ、そこが理解できてて、あ、やっぱもう戦争というものは誰が正しいが誰が悪いとかじゃなくて、うん、一番苦しんでるのは国民たち。そうです、ね、住んでる人が一番苦しんでるんじゃないかな、うん、それは間違いないと思いますね。日本の国じゃない人がそうやって興味持ってくれてることを、はい、もっとこう日本人の自分たちもどんどん自分の国を知っていかなあかんなっていうのをすごく今感じました。代わりに自分たちもそういうね、台湾の歴史だったりとか、うん、マレーシアの歴史をどんどん知っていかなあかんなってめっちゃ思いました。そう、それも最初が一つもお店が開店するのきっかけがあって。あ、そうなんですか。マレーシアと日本の架け橋がなるとはいいんじゃないかなと思っていて、あの歴史のことも含めて文化のこともそうなんですけど、うん、あのマレーシアの食べ物を、うん、と、まあ、そこが通じて、まあ、架け橋になるとはいいんじゃないかなっていう思いがありましたね、うん、はい、ありがとうございます。本当に美味しいマレーシア料理を本当にありがとうございます。ありがとうございます。お弁当箱一つでもなんかその一個全然知らない文化を知れて、それだけでも、うん、そうやんな、嬉しいよな。嬉しいし、ありがとうございます。触れてこなかった文化に触れられたら、うん、もっと知りたいなとか、はい、いつか行ってみたいなとか、うん、すごく思います。